吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのお母さん食堂プレミアム7つの隠し味濃厚ビーフシチューを食べたいと思います。いや7つも入ってたら隠し味じゃないような気もするけど、先日のカレーはもしかですけど、これはどうなんでしょうね。お肉にしっかり入ってます。ではいただきます。じゃがいもは大きくてホクホクしていて美味しかったんですが、お肉の旨味は先日のカレーに比べるとちょっと抑えられちゃってるかなという部分が残念でしたね。ホロホロ感のカレーの方が良かったですしね、まあ、美味しくはあるんですが、ビーフシチューと名がついている以上カレーにお肉が混ぜるのはどうかなっていう部分がどうしても出てきましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると。どうお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。